早速書いたりしたトレカを開封します。まあ何のトレカかっていうとエリちゃんのトレカなんですけど、ちょっと後ろ向けとくわ。あ、めっちゃ見えちゃう。これはトレカじゃない気がするからこれから開けます。あ、見えてたわ。かわいい。じゃじゃん。これジョンウのペンライトのステッカーです。かわいい。ワンちゃんのなんか星のやつにしました。ちょっとどれから開けようかな。これとこれ同じ人な。めっちゃ可愛い。じゃじゃん、キャンディーポケットのトレカです。ちょっとスリーブから出す。あー、めっちゃ可愛い。この人からはね、結構いっぱい買いました。かわいい。これめっちゃかわいいですよね。キャンディーポケット本当にかわいい。で、これがタトゥー、タトゥーステッカーじゃない、普通のステッカーのやつですね。これがガールズのどっかの特典。これがめちゃめちゃ可愛いピンククリスマスと、これがエスパウィークですね。可愛い。こんな感じ。これさ、なんか地味にオーロラかかっててめっちゃ可愛い。え、裏も可愛い。これは一旦置いといて、こっちのジョームの絶対つけます。ドヤンのもね、買ったんですけど、まだ届いてないです。ドヤンはこっちの表に貼るので、ジョームの後ろに貼ります。こうだよね。怖い、めっちゃ怖い。結構いい感じかも。ちっちゃいながらこれで。え、めっちゃ可愛いね。斜め？若干斜めな気もする。まあいいや。若干斜めだし、もうちょっと下でもよかったね。まあいいですね。めっちゃ可愛い。てかこのホログラム可愛い。こっち
ちはホログラムじゃない方です。可愛い、こっちはジョン。こっちがドヨンです。こことここは何も多分貼らないです。なんか貼りすぎるとね、発光量が下がるので、普通に考えて。あとはドヨンですね。エリちゃんのトレカをバインダーにしまいたいんですけど、全然ね、どこか忘れたんですよね。一回ちょっと確認してきます。はい、調べてきました。